68機本戦闘にて敵に決定的打撃を与えるに至らず敵はさらに我が内南洋深く突っ込んでくる気配があります以上 敵に徹底的打撃を後おるに至らずか。副長。では一足お先に参ります。おう。じゃあ基地へ電報を出しておこう。は、お願いします。 久しぶりに三上に会えるな。今夜はガス会でもやるか。 三上村上川上合わせて三上といえば。
酒だんちゃいけないよ。船だって近頃は廃墟だぞ。おお、そうか。それを北間のために、こうして飲まずに取っておいたんだ。知ったありがたく思えよ。いや、さすが。おい、さ、今夜は酒がまずい。なあ、貴様、今夜は本会抜きのはずだぞ。 優秀な連中をたくさん殺して、それをもうと酒なんか飲んでおられん。いや、どうすりゃいいんだ。怒ったってしょうがあるまい。貴様は悪い人だぞ。損害する場所とゆっくりする場所と取り違えちゃいかんよ。さあ。にがこりゃ酒がまずいよ。おい、あれ見ろよ。なんだな、貴様。 そうひょっとこが梅干しでも食ったようなツラするなよ。ひょっとこが梅干しを食ったツラが。まあ俺に任せておけよ。なあ、東京へ出かけてって俺一流の弁舌で連中を煙に巻いてな、ごっつり飛行機を持ってきてやる。なあ、飛行機さえありゃ文句はないんだろ。飛行機さえありゃいいんだろ。もう遅い。死んだやつは帰ってこん。 何をしとるんだ。近目の小雪が白見てまさがしてるんじゃあるまいし。もう落ち着けよ。いや、俺の手拭い、手拭いがないんだ。バカ、貴様の腰にぶら下がっとるじゃないか。はっきりせんか。<笑><笑>三上、貴様は相変わらずのんきなやつだ。<笑><笑>やっとります。二つ仲間入れてもらう。 三上って男は、のんきなやつでな。<笑>いやー。<笑>しえ、ご存知ですか、兵学校時代にこいつと二人でフルタガ山へ登ったんですが、こいつの保護を蜂が刺しております。おい貴様、蜂が刺しとるぞと言ったら、キョロンとして、え、どこ、こんなやつです。<笑>どこ、早かったね。<笑><笑>嘘ですよ、どうすよ。 川上一流の電話ですよ。信用なさないでください。いやー、デマなもんですか。上海へ行った時に二人で映画を見とったんですが、おい、この弁士は前の闘技を見てこういうやつだ。おい、おい、うるせえ川上。<笑><笑>
本隊は本営より立交隊と連携して夜間攻撃の訓練をやる。短期間にみっちりと連動を上げ、 おい、なんだあの金は。ああ、あそこに無人の教会があるんだ。
点を利用してうまく宗教と結びつけた永遠の謀略には今まで畳の上でゆっくりあぐらが描いてみたいですな。畳ならあるとかありますか。いや、今のは冗談です。何、ばあさんが一人でやってる小さな食堂があるんですが。日本人の。ええ。なんならご案内しましょうか。 こうやって見るとやっぱり長瀬ますな。あなたは確か大学から来られたそうですね。はあ、帝大のドッポーです。私はですね、学生時代から死刑囚の名前は存じておりました。いや、どうして。なんだ、貴様知らんのか。死刑囚は短歌の方で有名なんだ。短歌、歌だよ。ああ、あの味噌一文字か。いや、これ。そうか。 どうも。えらいこと、お待たせしましたな。ちょっとシルクらしいものを作ってみたですが、まあお上がりません。いや、これはどう。いや、お先。ああ、どう。いや、お願いします。シルクか。なんかするな。 それがでしたい。砂糖がさっぱりのって、南洋名物の砂糖が南洋にのってはへるとは決まってんたい。そうだよ、ばあさん。<笑>あんた方、米国をピッシャリとやっつけておくれませ。本に暗記帳どもをこの世界から追っ払わにはどうもなりませんたい。<笑>ばあさん、大した意気込みだね。え、大したもんですよ。来年は60だってのにここに頑張ってるんですからね。しょうもない。今更逃げて帰れますかい。 ここの土になりゃわしは本望ですたい。本にしかし、ただじゃ養子にはしませんと、アメリカの畜生ども2人でも3人でも叩き切ってから死にますと。<笑>なんですの、あんた方、わしの話に聞きほれちょらんと。まあお上がりませんな。<笑><笑>これで砂糖は終わりですけん。まあ存分お上がりませ。ああ、これはうまい。 任せるな。人種代123倍予定の作戦に従って 紹介出発します。はい。もう少し。
待ってみたらどうかね。あ、この上だけらしいですから、参ります。作敵か。おう、うん、夜は夜で訓練で、昼もまた作敵とは苦労だな。なに。どうも、この付近に敵がうるついてるらしいが、ちょっと行ってみよう。お願いしようと思ってまいりました。ずいぶん久しくやろうなんだ。二階と時々やるんだが、あの男は勝負の最中に居眠りをするんでね、かなわんよ。いつもああなんですか。居眠りは君名人だよ。いや、なんてますか、そこの知れないような大きい豪傑かね。口の悪い川上は犬を連れてない最後なんだといいんだが、これは正しい適応だね。これはお前、魚雷の調整よ。これの具合一つで命中するかせんかで、せっかく俺たちが命を捨ててかかっても、これの具合が悪ければ波の上をポンポン踊ったり、ブスッそこの砂の中へ潜り込んでしまうんじゃけ。うん、大変な仕事よ。野球はどうなったの？あ、五回目の表であります。やりました。十、よくてつらい。バカじゃの。うちゃいんじゃうちゃ。打たんかい。交渉かお願いします。ありがとうございます。よし、行くぞ。行くぞ。
敵大撃は戦闘隊と違って、こういう時に飛び出すのが悔しくてならんな。敵大型爆撃機、130度、高度3000、距離1万、こちらに向かってきます。君、シェルが片付いた。はい、進みました。じゃあ、退避しよう。怖いものを2つが1番目。 船か。そうよ、あつねだよ。そうか。おいじゃ、こんなところに来ちゃったんか。そうか。いないじゃの。いや、私来ちゃった。人が部下に乗っちゃるのもここへ来ちゃるってこともわしはちゃんと知っちゃったわい。そんならそうとなぜやどう知らせんかい。 味方戦闘、攻撃艇今敵編隊、大火事を取った。なんや、決体な引きしちゃうの。さっきのどうも見たことのある後ろ姿やと思っちゃったが、あれやっぱり落ちやったんかい。なんか、落ちやこうでぐらいの調整しとるんか。うん、そうじゃ。そうか。しかし、貴様の調整した魚雷じゃ天の出オッパーせんぞ。何倍言うか。 俺の調停した魚雷なら、たとえ北間の標準が揃っとっても、一人で鉄管を狙って走っていくわい。なあ、一人で撃ち。はい。一番作戦機より、基地の130度、400マイルの地点にて、敵戦闘機と遭遇、我、空戦中、総430、終わり。 やはりあの付近に敵がうろついていたのか。ちくしょう。三上は頑張っておるでしょうな。敵爆撃開始。工場生産に弾着。 250キロ落とした。 一度よく聞こうと思ってたんだが、つまり一口に言って雷撃精神だな。一発の魚雷を抱いていって、どんなに敵の砲火がすごかろうと、脇目も振らず真っ白にこう敵艦のことを叩き込む。いや、叩き込むっていうよりこう押し込むって言った方がいいかな。これはつまり要するに精神力以外の何者でもないと思うんだが、軍隊長なんか意見ないかな。 口下手なんで何とも言えんが。安田どうだ。ん？
何か核ですか。いや、核とかなんとかじゃないが、わしはこのつくづく日本人の優秀性っていうことを考えてるんだ。歌の方から言うと古事記や初期にある歌、万葉の先森の歌、吉野町の中心の歌、明治維新の志士の歌、いずれも歌として世界に類なく立派なもんなんだが、こういった調子の高い歌が生まれた時代ってものを考えてみると、いずれも歴史上容易ならん時代なんだ。で、この1000年に一度ぐらいで作る容易ならん時代に、日本人の真の強さ、正しさ、美しさ、そういったものがパーッと表面に出てくる。そこからああいう立派な歌が生まれたとこう思うんだ。で、つまり日本人の真の姿、それが今言った雷撃精神ではないかとこう思うんだが、どうだろう。全く日本人は優れた民族なんだ。国民の一人一人が今それを自覚してみんなその気になる。つまり雷撃精神になる。すなわち1億全部が君らのような雷撃屋になったら、それこそ本当に神の国なんだ。雷撃とは体当たりなんだ。要するに死ぬことなんだ。東北に向かって飛ぶぞ。よし、対処しよう。5回目の裏側だぞ。戦じゃ、戦じゃよ。戦をしとるんじゃ。貴様の飛行機を見てきたが、だいぶひどくやられたな。ああ、やられてね。
の飛行機はなくても、せめて搭乗だけでもお願いします。あずに言うと、勘が鈍っていきません。まあ、もう少し待っとれ。はい。飛行機の補充がついたり、いくらでも訓練させてやる。はい。飛行機のないのはお前ばっかりじゃないぞ。はい。補充の飛行機がもうじき来るからな。もう少し我慢してるよ。はい。今度はひどい目にあってね、敵の戦闘機に追いかけられておりさ。それはしかし無事でよかったな。東京帰りも楽じゃないですよ。どうだった。あ、飛行機か。欲しいのはここのタイばかりじゃないんでね。くれないのか。そういうわけじゃないが、まああまり当てにせん方がいいな。おい村上、貴様のうちちょっと寄ったぞ。そんな余計な、そんな無駄な暇があったら一気でも持ってくれるのに。まあそう無気になるな。赤身だって好意があればこそ貴様の留守作を尋ねたんじゃないか。うん、そうだよ。あ、村上、いい土産があるんだ。ん、いや別に大したことじゃないんだがね、ちょうど行ったら有名証拠書になってね、その時のことなんだがね、君んとこの第二世がね、なんつったっけな、あの5つになる子、吉岡。うん、その吉岡君が食べ盛りなものでもっとくれってねだるんだな。それを奥さんがだな、これで我慢なさい、戦争に勝つまではこれで我慢しなきゃいけません。すると吉岡君が、うん、よし、僕戦争に勝つまでは3杯で我慢する、その代わりアメリカをやっつけたら5杯食べさせてね。やめろその話。俺は飛行機がなくても立派に戦ってみせる。3機なら3機、1機なら1機でも立派にやってみせる。あいつ、もしかすると。おい、土産ってのはそれだけか。いや、もう一つあるんだ。うん、ジッペイベイ寄って慰問映画をもらってきたぞ。ああ、そうか。いや、ありがとう。若い連中喜ぶだろう。
さん頼んますぜ。今夜だけは来てくれるなよ。ところが、こげん時限って来よるんでの。元寄るんじゃけん、悲観することなか、うん、どうしてもやってもらえねえ。貴様に未生持ち踊ってくださったの。だいぶ白髪になんなすった。Thank you.
げん体になってしまって、お役には立たん。申し訳ありません。おっかさんにも会えたんじゃ。死んでもええ。バカ。知らん知らん。やることにしたよ。ここの戦闘機をみんな他の隊にやってしまうというのか。いや、そこも激戦中だというのに戦闘機が一機もないらしいんだ。向こうの押さえが効かなくなりゃ、わーっとこっちへ上陸してくることは分かりきってる。それよりは今のうちにこっちから応援を出した方がどれほど有利だか分からないからな。めちゃくちゃだ、まったく。ここを真っ裸にして空襲させ放題ってわけか。飛行機を待ってくるって言いながら持ってこないばかりか、泣き出しの者までかっぱろうす。ああ村上、まああれだけなのでやってみようか。いつか貴様を言ってないか。たとえ一気でも立派にやってみようか。ああ、いうわけだ。悔しいのはお前一人じゃない。まあ我慢するか。随分我慢しましたが、飛行機乗りにとって飛行機に乗れないぐらい悔しいことはありません。まあしゃない、我慢せ。戦闘機の届くとこまで来やがった。こっちの戦闘機はどうしたんだ。おらん。おらん。よそに持っていってしまった。そうか。じゃあ大事にせよ。お、奥も大事、奥も
きゃやりよったですたい。ここだけじゃ長ですと、公務会の品人のうちじゃ二人死によりました。そう。敵の捕虜は捕らまったそうですな。図に乗ってあんまり低く飛びすぎてヤシの木に引っかかった。土民が寄ってぶち殺そうとしてるのをやっと止めて連れてきたんだがね。しょうもない。なぜ土人に殺させてやらなんだですか。そういうやつは目ん玉の青いやつでしょうが、トウキビのような赤い毛をしちょるやつでしょうが。主刑長様、そういうやつわしに殺させておくれません。わしに殺させておくれません。わしが殺してやりますが。何が何で、そういうやつわしに殺させておくれません。わしに殺させておくれません。あれをご覧。神様を揚げ骨足げにされて日本人として黙って見ていられますか。わしに殺させておくれません。わしに殺させておくれません。死刑長様。あいつらの正体がよく分かったろ。はい、よく分かりました。そいつらは飛行機も多い、軍艦も多い、兵器も多い、兵も多い。大なる者が小なる者に劣るという数字は成り立たんというんだ。そしてまた質も優れている。新兵器もいろいろある。徴兵の士気だってあいつらの建国当時や南北戦争の時よりももっと何倍か燃え上がってる。アメリカは絶対に負ける道理はない。もしも負けたら世界の真理が逆立する時だ。こう言うんだ。それなのにこっちじゃパリパリの優秀な操縦者が乗り飛行機がなくて滝を取ってる。バカなことがあるか。なあやつだ、こっちが一人死んであいつらを10人殺しゃいいんだ。それ以外にこの戦争に勝つ道はないよ。敵の最大の弱点は人命を失うことだ。その弱点を一番有効につけるのが俺たちの大事よ。なり戦艦なり母艦なり、こっちが命を捨てさえすればたった一発の魚雷でやっつけられるんだ。こんなボロい話はないぞ。ないやつだ。そうだ、そうだと思う。バカだな俺も。つまらん捕虜の言葉なんかにすぐ心動かされる。なんだが、君はまさか補充の飛行機を頼りにして作戦を考えてるんじゃあるまいね。
ったの。こげん時に敵さん来てくれんかの。第一見張り場より直営戦闘隊を有する敵大型爆撃機約100機130度高度4500距離2万我が方基地に向かいつつあり
を取ってくれたお礼にうんとごちそうを持ってきたというわけだ。やっぱナンバーワン。
行ってくぞ。持っていってくれよ。おい、村上。探索敵機より敵機動部隊を捕捉せり、地点基地の150度450マイル東方2マル。何も考えるな。おい、いや、ゆっくり照準をつけて必ず命中させる。
直接機より敵
敵機動部隊の大半を撃滅せる模様なるも、我が方の損害多し。やりましたな。攻撃隊1番機ほか43機自爆せり。五艦12より五艦攻撃隊指揮官機着艦せるも指揮官は機上戦士せり。村上、みんなよくやってくれる。それに飛行機の補充が間に合ってよかったね。君も内地の人たちに礼を言いなさい。